バラカスの曲でしたね。そんでもってこの日のために新曲を作ってきましたね。はい、まあ、今日のことを思ってビートリーですね。じゃあみんな声お願いします。いいですか？聞こえますか？恋の暴走はエンペラー。エンペラー。オッケー、分かる人分かる。はいよ。60歳になるまでみんなよく生きてきたよね。僕たち40年前にバンドやってて、だけど40年ぶりに復活して気がついたら60歳にしたっていう。このぐらいに、はい、今もうだんだん息が切れてきてますから。次なんだっけ、その息の切れたとこで浜っこ生まれの死ぬかもしれませんが歌います。
でライブハウス初体験ですよ。昔お祭りの矢倉の下でなんか演奏したいことしたりしたことあるんですけど、お客さんが入るライブハウスなんてやったことないんで、今日は最初で最後のライブハウスだと思います。70年代ワンサイの感じでいきましょう。月影のテレビショThank you.
のために作りました。嘘だね。はい、6月の雨。あの、雨乞い。雨乞いでした。
しょ、うん、あ今夜ツナイトの皆さん、マギメイの言うたことに全然気づかれまい。そしてその前やったジップ大阪でお世話になって、私から歌わせてもらったりして、はい、お世話になりました。そして最初のバンドもとても素晴らしかったそして僕たちもそれなりに素晴らしい素晴らしいよして、はい、飲んで、はい、して皆さんも今日わざわざ遠いとこからから ようこそようこそありがとうございました。あの最後は飲んだもの出した、はいはい、あのヒット曲っていうことらしいんですけど何言って知らないですけど、これヒット曲ってことになってまして、あちゃくんじゃない、あちゃくん、あちゃぱーんあちゃぱくん、あちゃぱくんって今日DJやってる人がいるんですけど、その、はい、その方が準備してくれて、さあ行こうか、OK じゃあ最後のヒット曲ですあそこにラブレター楽しんでいただけます。
ましたでしょうか。アンコールの曲ないんだよ。じゃあ次の曲はあの子にもう一回。最大のヒット曲「あの子にラブレター」をもう一回いきます。ちょっと
で。すいません、すいません、メンバー紹介されてました。はい、音を出さないで。はい、じゃあこの大きい会社帰りのドン村山ドンです。昔はドラムやってました。はい、はい、パイナップルボーイ、あ、シロちゃん、シロちゃん、ハンデ、ずっとドラム、元俳優、本当よ、本当本当本当、そうそう、酒井和樹の友達、俺だよ、俺知らないっつうか、笑ってる場合ですよ、こちらがいろいろ真剣なラブもありますけど、それなしにして、バンマス、バンナマスター、マルソー、でこいつがこいつが全曲この作って曲作ってて、今回何か40年ぶりにゾンビのように墓場から掘り起こされたホキッツさんでした。あして長年半年間お世話になりましたマネージャーの妻まゆこさんです。毎日機材の調達ありがとうございました。皆さん打ち上げ行こうぜ。